今日は中井石仙さんにお邪魔しています。こちらは野菜研究家として有名な加納由美子さんのお店で精進料理の方をいただきます。中井石仙さんへツイッター経由で質問の方を受け付けておりました。読み込みさんからの中井石仙さんへの質問になります。野菜の香りがとてもすると聞いたのですが、香りを引き出すためにどのような努力をなさっているのですか？野菜はいろんな香りを持っていて、それを調理で引き出すことができるんですけれども、加熱するときに野菜の香りが、するまで、ゆっくりとじっくり加熱して、野菜のが美味しくなりましたよって合図をくれるまで、その声を聞きながら調理をするようにしてますね。だからこちらがこういう味にしたいというよりは、野菜の声を聞きながら料理をするのが多分香りを生かすコツだと思っております。こう家庭でこう生かせるようなこの声を聞くっていうちょっとしたコツとかはありますか？そうですね、一番声を聞くというのが簡単なのが、あ、美味しそうな匂いがするなって、あ、この香り好きっていうその瞬間を逃さないように調理を進めていくことだと思うんですけれども、焼き色もちゃんと美味しそうな色になってきた時に本当に美味しい味とか香りがするんですね。なのでその見た目とか自分の感覚で美味しいと思える頂点っていうのを見極めることが大切だと思います。